はいどうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回もタガタメのアルケミストの動画を撮っていきたいと思います。そしてですね、もうこの雰囲気見て、このジャララランジャンジャンジャランみたいな、このすごいね、なんかうわーってなる感じの雰囲気ね。これはですね、一章クリアしたという、ウロボロスてめえうるせえんだよ今喋ってんだろうが、一章僕クリアしました。ストーリーの一章ですね、クエストストーリークエストの一章をクリアして、ね、二章に突入しました。いやまあ感想、一章の感想としては、まあガビロンドはさっさともう、苦しんで死ねって感じなんだけどもうガビロンド2年もディオスももう何やってんのって感じなんだけどね、まあ今後のね展開が気になるなというふうに思います。まあでもね、ああなるほどこういうことかみたいなね、展開になったんで、まだ見てない方は楽しみにね、ストーリー楽しんでくださいということでね、僕先日ですね、先日というか昨日かな、昨日ガチャを引きました。原小石が、2500個とりあえず溜まったので、ピックアップのガチャがあったのでね、3ステップ目のやつをね引いてみたんですよ。そうしたらですね、めでたいことにオーティマが、いや僕が一番欲しかったオーティマが出ました。やった、もういやーってなってましたよ。うわーってなってね、もうオーティマね素晴らしいですね。でそしてそれとプラスしてセツナもわーみたいなね、やべーっていう感じで、あのセツナと、オーティマが同時のガチャで出たという感じです。でこいつをね、こいつらをねとりあえず使って、まあ僕のね好きなそのお気に入りのヘイゼルとクラージュと、オーティマを使って闘技場にね今日はね行ってみたいなと。まあ減少石がもうちょっとね少ないので、ちょこっとでも減少石をね、集めていきたいなということで行っていきたいと思います。一応ですね、構成はこんな感じ。僕防御の方よくわかんないんだけど、防御はこれなんだけど、まあまあまあいいんじゃないかなということでね、こいつらを使ってやっていきます。対戦相手まずはね、僕今108072なんですけど、さっきやったんだけどね、まあこの闘技場は僕は原始宝石集めるのに最高ランクになればいいだけだと思ってるので、だからまあ適当にこうやってちょっとランキングのね近い人で、なんでその総合のね、総合力というか、まあ戦闘力のね、なんかこうあるじゃないですか、値が出てるじゃないですか、あれが自分より低い人でランキング高い人を狙って僕は戦ってる感じですね。それでそうなるとやっぱりこうね、ランキングもちょいちょいちょびっとずつ上がってね、減少石がいっぱいもらえますよ。いっぱいじゃないけど5個ずつだけど、まあもらえないよりはね、頑張ればねいっぱいもらえる。ちょっとやばくないか、団長の方向、それ何、うわーなんだこれ、何今の、なんだ動けなくなるとかなのかな、僕このキャラ初めて見たな。爆裂弾だべ、いけいけいけ、ゴーゴーゴー、いいよ、あーオッケーオッケーオッケー、素晴らしい素晴らしい。やっぱりね遠距離ね強いなって僕、あやっぱそうだ、動けねえんだこれ、猛吹雪で倒せるべ、いけるべ、いけるいける、よし完璧、ガードしてもオーティマには勝てねえ。あやばい、ホーリーじゃなかった、もう投げ石、僕いつも思うんだけど、なんで石投げてんのって毎回ね思っちゃって投げ石ね、ほんと謎だよね。ということでね、こんな感じで僕は毎日5回、闘技場をクリアして25個減少石を稼いでるという感じでした。まあこれでね、ランキングがちょこっと上がると、過去の最高ランクを超えて現在のランクがね今85位上がりましたけども、まあまだまだ10万あるんでね、毎日毎日やっても全然大丈夫だということで、これで5個もらえるわけなのでね、これで毎日25個ずつもらってるという感じでした。ということでね、まあ今日はとりあえず1章クリアしましたよってのと、闘技場をやってみたよっていう動画になりました。まあね、あとね、そうミッションちょっともうさっき受け取っちゃったんだけど、金塊とかもね、まあ、あの闘技場3回やると金塊とかももらえたりするので、ショップで金塊を交換してお金にねしてあげるねといいと思います。僕もだいぶお金なくなっちゃってるんですけど、まあこんな感じでね、お金をもらってしっかりと、しっかりと、もうしっかりとねお金稼がないともうほんと足りなくなっちゃうんで、新しいガチャでね、新しいキャラをガチャで引いたらもうすぐお金なんて飛んでっちゃうのでね、皆さんしっかりと金策もねしつつ頑張ってやっていきましょうということで、今回はこんな感じで、次回もお楽しみに。ありがとうございました。グッドバイバイバイ。